著作権、著作権、著作権、コピーライトは、最講義には著作者の有する実定法上の権利、著作財産権、著作者人格権、著作隣接権を言う。このうち抗議の著作権は、著作財産権と著作者人格権を言う。著作者は、著作者人格権を持ち、同時に、財産権である著作権を持つ。また、協議には、著作財産権のみを言う。 著作権は知的創作活動の成果、知的創造物を内容とする権利で、特許権など産業財産権と共に知的財産権、知的所有権の一種である。ただし、特許権などの産業財産権が産業の発達を目的とする技術的思想、アイデアを保護の対象とする権利なのに対し、著作権は文化の発展を目的とする表現を保護の対象とする権利である。 特許権などの産業財産権では、登録により、権利が発生する、審査登録主義が取られているのに対し、著作権は、多くの国において創作した時点で権利が発生する、無方式主義が取られている。著作権は、人権、財産権の一種である。著作権という語は、人権としての著作権の他に、法的権利としての著作権、さらに細かくは、 国際法上の著作権や憲法上の著作権等という側面もある。先日のように、著作権は協議には著作財産権のみを指し、抗議には著作財産権と著作者人格権、最講義には著作者の有する実定法上の権利、著作財産権、著作者人格権、著作隣接権の総体を言う。講議の著作権概念は概して大陸法の諸国で、 用いられる著作権概念である。一方、競技の著作権概念は、英米法の諸国で用いられる著作権概念である。日本の著作権法は、著作者の権利のもとに著作権と著作者人格権を置く二元的構成をとっている。著作権は競技には著作財産権のことを言う。著作者に対して付与される財産権であり、著作物を独占的、 排他的に利用する権利である。著者は著作権、財産権を他人に干渉されることなく利用する権利を持つ。例えば、小説の著作者、作者は他人に干渉されることなく出版、映画化、翻訳することができる。従って、著作権、財産権のシステムが正しく機能している場合は、出版社などが得た収益を 更新の育成と採用への投資、育成費に充当できる。これにより、アマチュアからプロへと進む、際のハードルも低くなる。また、各分野での世代交代が活発化する。しかし、著作者の合意、許諾を得ていない他人が、その著作物を広く、世間に発表、公表すると、著作者は、生活するために必要な収入を失い、執筆、作曲、 映画制作などの仕事、創作事業も継続できなくなる。この他人による著作者の財産を盗み取る行為が著作権の侵害である。著作者が著作権を財産として扱える範囲を明確に限定するために、私文権を用いて、細木を列挙しており、著作者以外の者にとっては、細木の把握が困難である。これにより、著作者の権利の束と表示し、 材木のすべてを含めたすべての権利、財産権を保持していると包括して記す場合もある。あるいは、私文権による材木の分類を用いて、著作権、財産権の一部を人、自然人や法人に引き渡すことも可能である。このような販売形態を譲渡という。例えば、小説の著作者が契約により著作権の出版権のみを他人、 自然人もしくは法人に上渡し、それ以外の著作権、財産権を著作者が自ら保持するといったことも法的には可能である。一方で著作物を収めた記録媒体、CD や DVD、ブルーレイや書籍などの有体物を第三者に販売した場合でも著作権が消滅することはない。このような販売形態を対与という。他にも 譲渡や太陽以外に著作者ではない人、自然人や法人と許諾の契約を結び著作者ではない人、自然人や法人が自由に利用できるようにする方法もある。このような契約を利用許諾の締結と言い,い、ことに音楽制作では買い取りという著作権は相対的独占権あるいは配達権である。特許権や衣装権のような絶対的独占権ではない。 すなわち、既存の著作物 A と同一の著作物 B が作成された場合であっても、著作物 B が既存の著作物 A に依拠することなく、独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の戦後にかかわらず、著作物 A の著作権の効力は著作物 B の利用行為に及ばない。同様の性質は、回路配置利用権にも見られる。競技の著作権。 著作財産権は財産権の一種であるが、著作者に認められる権利、著作者の権利としては、その他に著作者の人格的利益を保護するものとして、人格権の一種である著作者人格権がある。両者の関係については考え方及び立法令が分かれる。まず、著作権法により著作者に対して保障する権利を純粋に財産権としての著作権として把握する。 考え方がある。この考え方を徹底しているのが、アメリカが衆国著作権法であり、著作者の人格的権利は、古文道上の人格権の範疇に含まれる。もっとも、ベルヌ条約が、加盟国に対して著作者人格権の保護を要求していることもあり、1990年の法改正により、資格芸術著作物について限定された形で、著作者人格権を保護する。 胸の規定を設けた106以上。第二に著作者に対して財産的権利と人格的権利の双方を著作権法上保障する考え方がある。大陸法の著作権法は基本的にこのような考え方に立脚している。フランスの知的所有権法典に関する1992年7月1日の法律がこの考え方に立脚しており、著作者の権利について 人格的な性質と財産的な性質を包含するものとして規定し、111の一条第二項、いわゆる著作者人格権は処分できないものとする、121の一条第三項のに対し、著作権は処分できるものとして、122の7条区別している点に、このような考え方が現れている。第三に、著作者に対して財産的権利と、 人格的権利の双方を著作権法上保障するが、両者は一体となっており分離できないものとして把握する考え方がある。ドイツの1965年9月9日の著作権及び著作隣接権に関する法律がこの考え方に立脚しており、著作者の権利の内容を構成するものとして著作者、人格権に関する規定を置いているが、11条から14条、 財産権と人格権が一体化しているがゆえに、財産権をも含む著作者の権利について譲渡ができない旨の規定が置かれている二十九条点にこのような考え方が現れている。日本法の法制は著作権法上著作者の権利として財産権たる著作権と人格権たる著作者人格権を保障しつつ、前者は譲渡可能なものとして理解し、後者は 上渡不可能なものとして理解している点で、フランス法に近い。著作者によって制作された楽曲、著作物は、著作者である作詞家、作曲家が著作権を有している。しかし、楽曲を演奏する実演家や、それを録音するレコード制作者、楽曲を放送する放送事業者、優先放送事業者も、著作者ではないものの著作物に密接に関わる。 活動を業としており、1970年の現行著作権法制定に伴い、これらの利用者による実演、レコード、放送または優先放送にも著作権に準じた一定の権利、著作隣接権が認められることになった。著作隣接権は実演家の権利、著作権法90条から95条、レコード制作者の権利、同96条から97条、 放送事業者の権利、同98条から100条、優先放送事業者の権利、同100条からなり、人格権と財産権が含まれる。保護期間は、作品が公開されてから50年間、著作権と異なり楽曲、著作物そのものの権利ではないため、演奏権や本案権、編曲権は認められていない。また、映画の著作物においては、二次利用の際の、 著作隣接権の適用が制限される映画の著作物著作隣接権との関係も参照。現行著作権法では、上述の通り実演家、レコード制作者、放送事業者、優先放送事業者には著作隣接権が付与されているが、出版社には認められていない。そのため、2011年に自炊代行業者を相手、取った提訴があり、 2012年1月20日、衆議院第二議員会館で出版社が公明党衆院議員、池野坊康子文部科学部会長や自民党議員らに出版社が著作隣接権を持てるよう要望し、これは平成26年改正において電子書籍の出版権、いわゆる電子出版権に欠実した。また著作者に対し著作隣接権を求め始めている。 著作権の本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立するとともに、出版物の大量の模倣品が問題化するようになってからである。記録に残る最初の本の著作権は、1486年に人文主義者のマルカントニオ・サベリーコのベネツヤ氏に与えられ、芸術家の最初の著作権は1567年に、 ベネツィアの元老院からキツヤーノに与えられた。16世紀初頭、イギリスでは、暗報、クイーン、暗報、1709年制定、1710年施行で、著作者の権利、すなわち著作権を認めた。この法では、著作権の有効期間、14年、一度更新可能で、最大28年や、その後のパブリックドメインの概念も制定されている。 フランスでは1793年に著作権法が制定された。その後、18世紀から19世紀にかけて、各国で著作権を保護する法律が成立した。19世紀に入ると著作権の対象は、印刷物以外、音楽、写真などに拡大されていく。ところが19世紀半ばになっても著作権の保護の法律を持たない国があり、 イギリスやフランスなどの作家の書いた作品が複製による被害を被っていた。そのため、1886年にベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。著作権法及び著作権についての考え方は、著作者、著作権者、利用者など利害関係者の様々な要請を受け、 広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。20から21世紀に入り、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの慎重など経済社会の変化を受けた産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請。 時には自由な言論の存続の希望を含むとの衝突が顕著な争点の一つになっている。1984年に判決が出た、米国のベータマックス事件、ソニー焦燥、1992年に生まれた、日本の指摘録音読画保証金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る講習、送信権、送信可能化権、日本、 1999年に起こされたソニーボの方への意見訴訟、米国2003年に合憲判決2001年のナップスター廃訴、米国などである。本説では著作権のうち主に協議の著作権、著作財産権の保護の対象と要件について述べる。著作権は著作者の精神的労力によって生まれた制作物を保護し、また自由市場における 市場価格を著作者に支払うことを保障して、著作者の創作業務を維持し、収入を安定させることで、間接的に著作者本人を保護する効果もある。日本の現行著作権法では、具体的に思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの、著作権法。 第2条第1項第1号と定めており、ここで言う、創作的については、既存の著作物との際、表現者の個性が現れていればよく、新規性や独創性は求められず、区別できる程度であればよいとされる。また、表現されている必要があり、文字、言語、継承、音響などによって表現されることで著作物となる。著作権の対象として想定されるのは、 典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、地、小説、擬曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきた。美術的分野では 著作権のほか、衣装権が工業デザインの権利を保護するが、著作権は原則として、美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。ただし、この境界線は必ずしも明快ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては、衣装法と著作権法をまとめて扱っている場合も、 国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では著作物本体の他に、そのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に 名文規定によるものではないが、活字の書体は、日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。アプリケーションプログラミングインターフェース、API についても日本法では、明示的に保護対象外としているが、米国では、保護が及ぶという最高裁判決が出ている。権利が生じず、保護の対象にならない、制作物がある。主なものは、以下の通り。特許権。 衣装券、商標券などは、登録が権利発生の要件であるが、著作権の発生要件について、登録等を権利発生の要件とするか否かについては立法令が分かれる。著作権の発生要件について、登録、納入、著作権表示など、一定の方式を備えることを要件と、する立法令を方式主義という。 これに対して著作物が創作された時点で何ら、方式を必要とせず著作権の発生を認める立法令を無方式主義という。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている、ベルヌ条約5条2項。なお、日本には著作権の登録の制度があるものの、ベルヌ条約の加盟国であることもあり、発生要件ではなく、あくまでも、 第三者対抗要件であるに過ぎない。これに対して、万国著作権条約は、方式主義を採用している、ベルヌ条約と、万国著作権条約の双方に加盟している。場合には、万国著作権条約17条により、ベルヌ条約が優先する。なお、 北朝鮮もベルヌ条約加盟国であるが、日本は北朝鮮を国家として承認していないことを理由に二千十一年十二月、北朝鮮の著作物に関しては日本国内で保護義務がないとの司法判断が最高裁によってなされた。ベルヌ条約に加盟し、無方式主義を取る国においては著作物を創作した時点で著作権が発生するため、著作物に 特定の表示を行う義務は課されていない。一方、ベルヌ条約締結後も同条約に加盟せず、方式主義を取る国々があった。そのため自国が無方式主義を義務付けるベルヌ条約を締結していても、方式主義を取る国々では著作権発生の要件を満たさずそのままでは著作権保護を得ることができず、不都合を生じていた。そこで、 万国著作権条約は無方式主義を取る国における著作物が方式主義を取る国でも著作権保護を得ることができるよう、氏名と最初の発行年、コピーライトのマークの3つを著作権表示として明示すれば自動的に著作権の保護を受けることができるとした。著作権マーク、コピーライトは著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求める。 方式主義国において要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマークである。先術のようにベルヌ条約とバンコク著作権条約の双方に加盟している場合には無方式主義を定めるベルヌ条約が優先する。従ってこのような問題が生じるのはベルヌ条約を締結しておらずバンコク著作権条約のみを締結している。 方式主義を取っている国においてである。かつては米国が方式主義国の代表的存在で、長い間、万国著作権条約のみを締結し、ベルヌ条約を締結していなかった。しかし、米国は1989年にベルヌ条約を締結して、無方式主義を採用した。他の国においても無方式主義の採用が進んだ結果、2017年現在、 万国著作権条約のみを締結し、方式主義を採用している国はカンボジアだけとなっている。そのカンボジアもベルヌ条約自体は締結していない。ものの2004年の WTO 加盟により、TRIPS 協定9条1項の適用を受けることとなり、ベルヌ条約の1条から21条の条項及び、付属書の遵守義務を負ったため実質的に無方式主義に転換した。なお、 著作権表示は、条約上の著作権の発生要件とは別に、国内法上一定の効果を生じることがあり、例えばアメリカの著作権法では著作権の存在を、知らずパブリックドメインと信じた者を保護する善意の、侵害者、イノセント・インフリージャースの法律があるが、コピーライトマーク等の著作権表示が、著作物に明確に表示されていれば、原則として、 善意の侵害には当たらないとされている。著作物が有形の媒体に固定されている必要があるか否かについても立法令が分かれる。ベルヌ条約では固定を要件とするか否かに関しては加盟国の立法に委ねているベルヌ条約2条2項。アメリカ合衆国著作権法では著作物が固定されていることが保護の要件となっており、102条 A 未固定の著作物はもっぱら州法の規律による。日本の場合は固定を要件としていないが、映画の著作物については物への固定が要件であると、一般的には解されている。ただし、この点には議論がある。著作権侵害は、民事では、差し止め請求権、損害賠償、名誉回復等の対象となる。また、刑事事件として、罰金刑や懲役刑といった、 刑事罰が課される対象となる場合もある。著作権の保護については、文学的及び美術的著作物の保護に関する、ベルヌ条約、ベルヌ条約、万国著作権条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約、ワイポ著作権条約、知的所有権の貿易関連の側面に関する、協定、TRIPS 協定などの条約が、 保護の最低要件などを定めており、これらの条約の定約国が条約上の要件を満たす形で国内の著作権保護法令を定めている。18世紀から19世紀にかけて各国の民間交流は増大したが、それと共に漂設も国際的な問題となった。多くの国では著作権法が制定されていたが、効力範囲は自国民などに限られていた。 そこで、各国は、相互主義のもと互いに相手方国民の著作権を保護する二国間条約を締結して、解決を図ろうとした。しかし、二国間条約では締約国以外には、効力が及ばず、各国は、法律で登録などの著作権保護要件を定めていた、ため現実に著作権を取得することは難しく、実効性に乏しいものだった。 そこで国際文芸家協会などが国際的な著作権保護の運動を展開し、スイス政府などの主導のもと1886年にベルヌ条約文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約が締結された。ベルヌ条約に関しては1908年のベルリンでの改正条約によって無法式主義が採用された。ベルヌ条約は内国民待遇。 訴求口、無法式主義の採用などを柱とする。ベルヌ条約は1908年のベルリンでの改正条約によって無法式主義が採用されたが、アメリカ合衆国や中南米諸国など方式主義を採用している諸国との間に制度的な差異を生じ、問題化した。そこで、方式主義を採用しているアメリカ合衆国や中南米諸国などとベルヌ条約に加盟して、 無法式主義を採用している国々との間の架橋となる条約として1952年に万国著作権条約が成立した。万国著作権条約は内国民待遇、不祖求行方式主義の採用などを柱とする。ただし、ベルヌ条約と万国著作権条約の双方に加盟している場合には万国著作権条約17条により、 ベルヌ条約が優先する。1979年にアメリカ合衆国がベルヌ条約に加盟した後、グアテマラなどの中南米諸国も次々とベルヌ条約に加盟するなど各国で無方式主義への転換が進んだ。戦術のように万国著作権条約のみを締結して方式主義を採用している国は2017年現在、カンボジアだけとなっており、 そのカンボジアも WTO 加盟により TRIPS 協定9条1項の適用を受け、ベルヌ条約の1条から21条の条項及び、付属書の遵守義務を負ったため実質的に無方式主義に転換している。日本の著作権法は著作物によって生じる著作者の財産権の範囲を定めている著作権法第17条第1項。 日本では創作した時点で自動的に帰属される。日本の著作権法は著作者の権利のもとに著作権と著作者人格権を置く二元的構成をとっており、このうち著作権を著作者の財産的利益を保護する権利とする。著作権法は以下で上数のみ記載する。日本では近代以前においては、 版儀の所有者である版元が出版物に関する権利者と考えられ、著作権に相当する概念が存在しなかったとされている。明治初期に福沢諭吉らの紹介と政府への働きかけにより、版権として著作権の一部が保護を受けることになった。19世紀末に日本がベルヌ条約への加盟をするにあたり、国内法の整備の一環として、 初めて著作権法が制定された。この著作権法は、旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に旧法を全部改正して制定された新著作権法とは通常区別される。20世紀半ば以降、企業により著作物が制作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした事例が出てくるようになった、安出三郎、アランスミシーなど、 日本の著作権法の下では原則として著作権は創作の時点で自動的に創作者、著作者に帰属する無方式主義 CF 方式主義。たとえ創作活動を職業としない一般人であっても創作された時点で自動的に帰属される。つまり原始的には著作者たる地位と著作権者たる地位が同一人に帰属する。もっとも著作権は 財産権の一種であり、譲渡することが可能であり、さらには以下のような私分権ごとにも譲渡可能と理解されている。したがって、創作を行った者と現時点の著作権者とは一致しないこともあるし、私分権ごとに権利者が異なることもあり得る。ただし、譲渡を受けた者が第三者に対抗するためには、文化庁に著作権を登録しておく必要がある。また、 映画の著作物については、著作権の原始的貴族について特例が設けられている。この場合でも人格権としての著作者人格権は、著作者に残されるため、著作権者であるといえども、無断で著作物を公表、改変したり、指名表示を書き換えたりすることはできない。なお、著作者と著作権者の用語の使い分けが分かりづらい、ためか、2005年1月に、 文化審議会著作権文化会から発表された著作権法に関する今後の検討課題の中では用語の整理の検討が必要であると言及されている。著作権者は他人に対しその著作物の利用を許諾することができる一行。この許諾を得た者はその許諾にかかる利用方法及び条件の範囲内において その許諾に係る著作物を利用することができる、63条2項。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない、63条3項。共有著作権、共同著作物の著作権その他共有に係る著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが、2項。 各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない、65条3項。し、審議に反して、合意の成立を妨げることができない、65条4項、2項。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない、65条4項、64条4項。共同著作物とは、 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の企業を分離して個別的に利用できないものを言う。二条一項十二号と定義される。間違いやすいのは二次著作物、二次創作物で、キャンディキャンディ事件、再犯平成十三年十月二十五日判例の事案においては、ストーリー作者により事前に 原稿用紙に執筆されたストーリーに基づいて、作画者が作画をするという方式が取られており、二次的著作物に該当するものと判断された。次に、間違いやすいのは、結合著作物である。これは、各人の創作的表現を分離して利用可能なものであり、例えば、歌詞と楽曲、小説と挿絵などが、これに該当する。この場合は、 共同著作物ではなく、それぞれが著作物であり、著作権を有すると返される。二項は、事実の伝達に過ぎない雑報及び、事事の報道は、全項第一号に掲げる、著作物に該当しないと規定している。十条三項は、本法律による保護は、著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解放に及ばないと規定している。これにより、 プログラミング言語 API アルゴリズムは少なくとも日本法においては保護対象とならない。ただし日本国外では API が保護対象と認定された例があるため注意が必要である。は、次の著作物がこの章の規定による権利の目的となることができない。と規定している。これらの著作物の内容は国民の権利や義務を形成するものであり。 一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。また、北朝鮮の著作物については、日本は保護する義務を負わないとする最高裁判所の判決が2011年12月8日に出ている。無断放映日本における北朝鮮著作物、放映基準の最高裁判例を参照。 著作物の利用や使用について、その便宜上必要とされる範囲、または著作権者の利権を害しない範囲において、著作権が制限されることがある。これは、著作権というものが公共性の高い財産権であることに由来する。主なものは、以下の通り、著作権に明るくない一般人においては、しばしば著作物を表彰した有体物の所有権を取得したことにより、 著作権に類する権限も取得できると誤解する場合がある。しかし、所有権を取得したからといって著作権にかかる諸権利まで取得できるわけではない。このことは、美術の著作物についての判例、眼神刑事書権中国新調事件で明らかになっている。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、 著作権の効力が及ばないとする規定がある。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。保護期間を永久と定める国も存在するが、一般に一定の保護期間のとにおいてのみ、保護される。保護期間の満了を迎えると、 著作権は消滅、パブリックドメインとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。